それぞれちょっと戦略が変わってくるじゃないですか。自分の状況を明確にしてプロに聞いてほしいなと思います。小山さん、はい、何でしょう。ちょっと質問があるんですけど、はい、予備校に通う上で最適な受講プランを見つけたいなと思っていて、はいはい、その探し方というか、すごいいろんなプランがあって、あ、コースの話ですか。そうですね。あ、それは多いと思いますよ。自分に合ったプランの見つけ方っていうところを聞きたい。そうですね、これいつも僕セミナーでは言ってるんですけど、はい、プランとかコース、もうコースでいいですよね。2年コースとか1年コースの話ですよね、はい、っていうのはこれ予備校側が提示してるメニューなわけじゃないですか、はい、だから飲食店でいうと、まあ、フレンチがいいですか、中華がいいですか、和食がいいですかっていう向こうのメニュー表示ですよね。自分がいるわけじゃないですか、はい、あ、昨日お寿司食べたから今日はじゃあ中華がいいなとか、あ、予算1万円しかないからフレンチは無理だなとか、これ両軸っていうのは今ので分かってもらいました。はい、当たり前ですけど、そのコースっていうのは向こうが提示してるもんなんで、じゃあ次は自分は何を、今ね、予算とか今好みって言いましたけども、自分の場合はライフプランなんですよね。ライフイベント、はい、うん、例えば社会人、大学生、まあフリーターの方であれば、それぞれちょっと戦略が変わってくるじゃないですか。なので、じゃあこれ次どうするかっていうと、さっきの飲食店に話戻すと、飲食店だったらどうやって決めます？メニューがある、自分の予算だったら好みがある、はい、これどうします？飲食店だったらどうします？うん、現場を思い出してください。はい、レストラン行きました、着席しました、はい、メニュー表見ました、あ、うん、分からんと、はいはい、どうします？店員さんに聞くかもしれない、ね、そう、だから店員さんに聞くのが一番かなと思ってて、はい、ただ予備校も2年コース 1.5 年コース1年コースで、さらに春入学秋入学みたいな、いろいろあるわけじゃないですか、はい、今僕が言ったエッセンスを言うと、そこにいきなり突っ込んで何も分かりません、料理してくださいだと向こうも困っちゃうので、私は今こういったステータスですと、簿記3級持ってます、社会人です、なので平日は3時間しか取れません、土日はフルで使います、で2年以内で受かろうと思ってます、でどうしたらいいと思いますか、ここまでくればなんとなくそのウェイターさんとやり取りできるじゃないですか、うん、っていうのが一番いいんで、なんか悪いこと言わないんで、まず自分の状況を明確にして、である程度自分の目標だったり期待値っていうのも明確にして、で、まあ、予備校の窓口に行ったりとか説明会だったりとか、まあ、そういったところですり合わせて、この両軸がすごい重要かなと思います。だどっちでもダメなんですよ。人任せでもダメだし、自分だけの主張でも、いや向こうにはノウハウがありますから、はい、あなたそれじゃ無理ですよって言ってくれるんで、この共同作業が非常に重要かなと思います。なるほど、うん、ある程度は自分で考えてから聞きに行くと。そうですね、まあ、分かんなくても窓口で教えてくれますから、はい、分かんないのを分かんないってことも言ってもいいので、まあ、ある程度ですね、自分の合格年次だったり、自分が今時間をどんだけ割けるかとか、今の自分の勉強の学習の習熟度ですよね、簿記持ってるのか持ってないのか、まあ、そういうのは持っていってあげた方が相談員の人も相談に乗りやすいんじゃないかなと思いますね。相談の仕方も今ウェブだったり電話だったり、うん、窓口だったりいろいろあると思うんですけど、うん、窓口行けるならば窓口行った方が良いです。あ、正直そうした方がいいと思いますね。僕も全部そうしてるんじゃないですかね、はい、大学も、ね、JCPA も US はもうオンラインだったんですけど、はい、経験があったからもうそれでできただけで、基本的には窓口行ってフェイス2フェイスでお話するのがいいんじゃないですかね。あとは Zoom でもいいですよ全然、うんうん、メールで文章で表現するっていうのは難しいので、はい、Zoom か対面を僕はお勧めしますね。なるほど、うん、まあ、なかなかその相談に一歩踏み出せないっていう人もいると思うんですけど、うんうん、まあ、でもとりあえず話は聞いた方が良いです。いいと思いますよ。なんで踏み出せないですか、相談に。受ける意思が固まりきってないとか、うん、あ、なるほどね、ちょっと興味があるぐらいので、聞いていいのかなと、聞く資格があるのかなっていうところで迷う人もいるのかなと思うんですけど、確かにあんまりコミットメントがないんだったら、はい、まあ、僕がとやかく言うことじゃないんで、はい、受けなさいって逆に言っても受けないと思いますから、うん、もうそういう人はもう気が熟すまで受けなくていいと思ってまして、あとはでもそもそもなんか興味関心を聞かれたいというのであれば、今窓口って言っちゃいましたけど、もうちょっとライトな説明会とか、うん、セミナー一対多でやってくれるようなやつとか、ウェビナーとかにはありますから、まあ、そういうので情報収集しつつ、めっちゃ熱量が高まってきたら窓口に突っ込むとかでもいいんじゃないですか。ありがとうございます。ちょっと自分で調べてからすぐ聞きに行こうと。そうですね、思います。日本の会計士とかってもう試験日が決まってたりするんで、はい、それと自分のやっぱり状況とかをやっぱすり合わせて、うん、で適切なカリキュラムを買うっていうのは、結構最初にそれがもう決まっちゃうとそれで動いていきますから、非常に重要かなと思うんで、ぜひ、はい、プロに聞いてほしいなと思います。はい、ありがとうございます、はい、では頑張ってください。本日の動画は以上になります。